オシップブラスオシップブラスはユダヤ系のロシア人の画家であるオデッサで生まれたオデッサで美術を学んだ後1891年から1893年までミュンヘン美術院で学んだミュンヘンでの修行を終えた後パリ、オランダを旅しオランダの巨匠の作品から影響を受けた1895年からはサンクトペテルブルクの美術アカデミーで イリア・レーピンの教室で学んだ。その後、ロシアの仲間の画家や、ロシアの文化人の肖像画を描き、評価を高めた。1898年の文学者、アントン・チェーホフの肖像画が、最もよく知られている。風景画にも優れ、フランス、クリミア、フィンランドを描いた。1900年からは、美術教師として働いた。1907年から1911年の間、 再び、フランスを訪れた後、1914年から、エルミタージュ美術館の絵画修復の仕事を依頼され、革命後は、エルミタージュ美術館の学芸員に任じられた。1924年に、海外に絵を輸出するために絵を買い入れたとされ、スパイ行為もあったと告訴され、3年間ソロベツキーの収容所に収監され、彼の貴重なオランダの作品を含む美術コレクションも、 没収された。1926年に、レニングラード美術協会の尽力で釈放された後、ソビエトを出て1928年に、ドイツに移り、その後パリに移り、パリで没した。ありがとうございます。